メイクはゴールドが好きで結局何を着ていいか何をつけていいか分かんないっていう人はもうどっちもつけちゃえ。皆さんこんにちは、チェイです。今日はこちら、はい、こちらはですね、私がね最近気に入って使っている商品たちなんだけども、こちらを使ってこの、まあ、ちょっとアクセントに赤は入っているから、まあ、冒険色なのかなとは思うんだけども、これからねこうバレンタインとかに向けても可愛いカラーなんじゃないかなと思うし、まだね1月のこのちょっとお正月気分とか新年を楽しみながらっていう意味でも赤はすごく可愛いルックだと思うので、気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速始めていきます。最初はねスキンケアから紹介したいと思います。ライスビギンオールインワンエマルジョンナンバー11美容液、こちらです。でね、私毎回スキンケアの商品を紹介するときに話してるんだけれども、やっぱりねスキンケアっていうのは時間をかけてお肌にね手をかけてあげることに越したことはないんですよ。でもねやっぱりみんな忙しいの、時間ないの、疲れてんの。だからねやっぱりスキンケア商品でいいものを探すときは時短、簡単、お手頃っていう言葉を胸に、日々ね皆さんの美肌助っ人アイテムっていうのをね、新しいものを探し続けてるんだけど、そう、これはね昨年末12月に出会いましたね。それで1ヶ月以上使用させてもらって、これはみんなに自信を持って勧められるアイテムだなって思ったので、今日はねこちらをね紹介させていただこうかなと思います。でね、このライスビギンオールインワンエマルジョン、なんかライスって聞いて、え、おや、ライスってなんか他にも商品なかったっけって思った人たくさんいると思うんです。で、私も思ったから。でね、この商品が他の商品とじゃあ何が違うのっていうところを説明したいと思うんだけども、まずね、この商品は簡単時短であるオールインワン美容液であるってこと。そして、ライスパワーナンバー11が配合されてるってところなんです。でね、またみんな思ったと思う。ライスパワーって何ぞやって。私も思いました。ライスパワーをね、ちょっと軽く説明しますね。ちょっとね、わかりやすくライスパワーをね、ここら辺にね、お見せしようと思うんだけれども、今まではね、今ここに出てるものしか入ってなかったんだけれども、このライスビギンオールインワンエマルジョンナンバー11は、そのね、ナンバー11っていう成分を含むんです。で、ナンバー11は何をしてくれるかというと、お肌の水分の要になるセラミドの生成を助けてくれるんです。つまりね、お肌が水分を蓄える力、それをね、改善してくれる成分で、肌の表面をこう、一時的にね、潤すんじゃなくて、お肌の根本的な改善が期待できるスキンケア商品なんです。じゃあね、実際に顔につけていこうかなと思うんだけども、もう使い方としては本当にね簡単で、容器を軽く振って500円玉ぐらいを手に取ってこう両手に広げたら、顔の中心からね外側に向かって大きく優しく広げていきます。簡単でしょ。で、この時期乾燥しやすい目元とか口周りなんかはこう重ね付けしてあげるとすごくね効果的です。私の好きな塗り方はこうやってなじませた後にもう一回同じ工程をしてあげると、もうちゃんと潤ったな、もう今日一日大丈夫だなっていう感じが感じられるので好きですね。で、使い心地もすごい軽くて、この商品はね朝晩使用するものなんだけども、私はね特に朝使うのがねすごく気に入ってる。なんでかっていうと、どのファンデーションとも喧嘩することがなくて、潤いがちゃんと残るのに肌なじみがねすごいスッと早いから、この後ねすぐ化粧できるんだよね。そこがねすごく嬉しいなと思って使ってます。でね、一番変わったなと思ったのが肌のキメが整うとやっぱりこうスムーズに見えるし、そう、化粧のりも良くなるから嬉しいよね、嬉しいなと思って使ってます。ほんで森リオさん、ミスユニバースのあの方も使ってるオールインワン美容液ってことなので、もうこれはいいっしょ。だってさ、ミスユニバースなんてスキンケアにねうるさいだろうし、しかも私の肌でも実感してるし、本当にねいい商品だから自信を持って勧められますね。
でね、このボトル1本でだいたい2ヶ月使えるそうです。オールインワンのスキンケア商品ってなんかこういうジャーに入ってるタイプ多くない？だから簡単なこのポンプ式っていうのはすごい嬉しいポイントだなと思います。でね、気になる価格もお伝えしますよ。通常価格が8000円のところ定期購入価格だと 10% オフの7200円っていう。で、7200円って聞いて一瞬うってするかもしれないけど、たっぷりね2ヶ月使えるの。2ヶ月使えるし、オールインワンだから、スキンケアこれ1本でいいんだから、そう考えたらとってもね嬉しい価格なんじゃないでしょうか。まだいくよ、まだいきます。初回限定1980円、しかも定期購入の縛りがない。あとね、2500円相当の石鹸もついてくる。そのね石鹸もねきめ細かい泡でね良かったなと思います。でね、通常購入の場合も3980円と、私はね良心的なお値段だなと思います。しかもちゃんとね効果が感じられるものなので、うん、これはね私みたいにちょっとね年齢を重ねて、こう肌にね水分保持能力がなくなってきたな、ちょっとなんか肌が弱くなってきたな、元気なくなってきたかもしれないっていう風に思っている方にぜひ使ってみてほしい商品だなって思います。気になった方は下のね概要欄に詳しくまた載せておくので見に行ってみてください。それではメイクを始めていきます。まず最初はね化粧下地なんだけれども、セザンヌの皮脂テカリ防止下地からね保湿タイプが出ましたね。あのオレンジベージュっていうカラーなんだけれども、これも SPF28 の PA3 プラス入ってます。これがさ、あの今まで出た化粧下地の中で一番好きかもしれない。あのカラーがねオレンジっていうのも好きなポイントかなと思います。あとね保湿力に関してはねちょっとどうだろうな、ちょっとこの間比べて塗ってみたんだけども、なんかそこまで、あ、こっちの方が保湿力バンバンに高いねみたいな感じは私は感じられなかったんだけども、仕上がりが白浮きしなくて好きだなっていうのと、肌のトーンアップの感じがこのオレンジベージュだといいなっていうので、これ最近気に入ってね使ってますね。はい、じゃあ次ファンデーション。ファンデーションはこのカバーマークのシルキーフィット、こちらでね仕上げていこうかなと思います。さっきのオールインワン下地を必ずねこう2度付けして朝このシルキーフィット使うと素肌感がねすごい増す気がします。相性がねとってもいいなと思って使ってますね。うん、あとさっきのセザンヌの下地ともいいんだと思う。このコンビネーション好きですね。そしたらね眉毛を仕上げて戻ってきます。はい、そしたらアイシャドウ行こうと思います。アイシャドウはねこちらリンメルのショコラスイートアイズの CP104 番、これね多分一番新しく発売されたショコラスイートアイズシリーズのカラーじゃないかなと思うんだけど、このカラーねすごくね可愛いね。香りもね、ショコラの香りがします。ご覧の通りマットなカラーはね一色も入っていないんだけれども、まあ可愛いルックができると思います。じゃあこの真ん中のカラーをまずはまぶた全体にのせてきます。なんかこのカラーのコンビネーション考えた方すごいなと思って、絶妙だよね。このベージュっぽいシルバークレーっていうのかな、なんかすごくニュアンス的に綺麗で、これ一色でもアイライナーしたらすごく綺麗なんじゃないかなっていうルックに仕上がると思う。でね、いよいよこの赤に行こうと思うんだけど、もちろんねあのこれを指にとってさこんな感じで強めに仕上げることもできるんだけど、今日私はまぶたの中央だけ濃いめに指で置いて、あとはもうグラデーションにしていこうかなと思います。中心に置いたらこれをワイパーみたいに動かしてってどんどん上に広げていきます。今までにあったようでない、今まであったのはなんかクランベリーっぽいレッドだったらあったかなと思うんだけど、これはね本当にレッドなのに目元がなんかお祭りみたいに浮かないっていうのがすごくいいなと思います。下まぶたも同じようにまずはこの真ん中のカラーから下まぶた全体に色を広げて、ちょっと細めのブラシで色を重ねていきます。
こんな感じで私はがっつり入れていきます。そしたらね、最後にこの一番濃い締め色を締めたい部分にちょっと入れていきます。そしたらね、同じコレクションからこのアイライナーも出てましたな。ラスティングリキッドアイライナーの105番っていうワインカラーなんだけども、このルックに絶妙な感じのワインカラーですね。ブラックで引くのもいいんだけど、あえてね、この目の際のところも同じような赤っぽい色にしてあげるとツヤっぽく見えるし、ちょっとね、おしゃれ度が上がるんじゃないかなと思います。でね、これまた同じく発売されたリメルのプリズムパウダーアイカラーの101番。私さ、このプリズムアイカラーシリーズ大好きなんだけども、本当にドラッグストアのアイシャドウの中でも本当1、2を争って好きなシリーズなんだけども、これをね、ゴールドの綺麗な色なんだけど、ちょっとね、面白いんだけど、もうシルバーっぽいクールトーンで仕上げられてるんだけど、ちょっと目頭のあたりをあえてゴールドの感じにして、シルバーとゴールドの融合。アクセサリーもそうだけど、最近ね、シルバーとゴールドをあえて合わせるようなルックっていうのが流行ってるような気がするので、ぜひね、いつもこうアクセサリーはシルバーなんだけどメイクはゴールドが好きでとかで、結局何を着ていいか何をつけていいか分かんないっていう人はもうどっちもつけちゃえっていうので、どっちもつけちゃうとどっちにも転べるから、うん、いいと思います。はい、じゃあチークしていこうと思います。チークはね、こちらですね、アワーグラスのアンビエントライティングブラッシュクワッドのゴーストパレットですね。4色ともチークになってるやつ、特にね、この下段の2色を混ぜるのがね、すごいね、気に入ってる。斜めに入れていきます。本当アワーグラスのアンビエントパウダーシリーズはすごくいいんだけど、このチークツヤ感がすごい綺麗です。はい、そしたらリップいきます。リップもこのリンメルのショコラスイートアイズシリーズと一緒に発売されたラスティングフィニッシュクリーミーリップの101番、このカラーつけてきます。このリップのカラー絶妙で、本当にこのアイルックに似合うと思います。ブラウンすぎず、ヌードすぎず、なんでしょう、本当に綺麗な色で、この感じもね、すごく素敵なんだけれども、これだと印象が強すぎるなって思う方は、私が好きなやり方はこう何もついてない指でちょっとね、内側にこう持ち上げてあげるんですよね、色を。そうすると取れてくるので、こんな感じでシュッとこんな感じでね、外側からシュッと指をこう一本一本きれいにしながら持ち上げて、色をね、なじませてあげると意外にね、こうびっくりする感じにならないと思うから、濃いから苦手だわっていう方はね、ぜひこれやってみてください。そして最後はね、これエリクシールのルミナスグローミスト、これ多分限定なのかな、発売されてたもので、どんなもんかなと思って試しに買ってみたんだけどさ、なんかツヤ玉ミストって書いてて、こう日中乾燥する時につけたらいいかもと思って買ってみたんだけど、これは良かったね。オイルが入ってるんだけど化粧崩れしなくていいなと思った。かけていきます。そうするとほら、一瞬でツヤ玉が見える、わかるね。今日ハイライトつけてないんだけれども、こう一気にさ、ツヤ玉ができるじゃない、ここにハイライトの。それがね、すごい気に入ってる。こうやってお化粧の最後につけるのもいいし、日中乾燥してきたなっていう時につけるのもいいし、お化粧直しの時にこれをつけてから、こうちょっとね、ティッシュでブロッティングしてファンデーションをまたつけてみたいな感じで化粧直しをすると、すごくね、乾燥を防ぎながら化粧直しできると思うので、おすすめですね。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日は最近ね、私が気に入っているアイテムを使ってこのメイクを仕上げてみました。まだまだね、乾燥が続く季節なので、今日紹介したアイテムはきっとね、今の乾燥の季節のお助けアイテムになってくれると思うので、ぜひぜひね、チェックしてみてほしいなと思います。ね、最初に紹介したオールインワン美容液、あれ本当にいいので、うん、
朝つけるのが本当におすすめなので、気になった方はぜひぜひね見に行ってみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。